ここはとある場所、どうやら女の子の部屋のようである。おや、マイクのスイッチは入っているのかしら。あー、ただいまー。彼女は牧野郁恵、神奈川県生まれの大型。最近一人暮らしを始めたそうだ。ではここで一人暮らしになった面白いエピソードを一つ披露していただきましょう。はい、面白いエピソード。あ、ずいぶんすぐ反応するのね、無茶振りなのに。面白いエピソード、面白いエピソード、一人暮らしになっての面白いエピソードは、節約生活をしようと思ってろうそくで明かりを取ろうと思ったんですけど、ちょっとここら辺の髪の毛が燃えてしまいました。ちょっと節約するところはちょっと間違えない方に気をつけます。えらい。はい、申し遅れましたけれども、私天の声の言うことは絶対です。その場のノリでいろんなことを言いますけれども、どうぞ必ず必ず従ってもらいますから、よろしくお願いしますよ。はい。牧野郁恵、彼女は声優プラスのメンバーの一人であります。なんだか外出から帰ってきたというのに、よいしょよいしょ、この中にぬいぐるみが入っているようです。今日のゲーセンの商品。おお。ありがとうございます。クレーンゲームってこと？クレーンゲームですよ。お、暑い。中から緑のパジャマが。パジャマ。コートの中にパジャマで出かけるとは、一歩間違えば変質者である。変質者じゃないですよ。これは帰ってきてすぐ寝れると思って下に来て出かけて商品持って帰ってきました。え、帰ってきたら寝れるって言ってパジャマであなたは出かけるの？あ、着てればバレないです、意外と。うん、確かに確かに、分からなかったけれども。バレませんよね、分からないですよね。確かに。コートは脱がないんですか？そうだ、確かに。外で。いいツッコミをありがとう。そう、外であなたはコートを脱がないの？だって、ゲームセンターでコート脱がないですよね。え、脱ぐんですか？私は脱ぐな。私脱がないです。そうか、はい、分かった。というわけで、この子、私は他のところでも見たことがあるんだけど、なんかその時ミニ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 なんだっけな、ミニミニピンポン。はい、ミニミニヤングというですね、私ともう一人女の子二人いるんですけど、150センチ未満の女の子が3人いて、ミニミニヤングというユニットを組んでいます。で、今度ライブとかもいろいろやっているんです。あの、聖歌隊みたいな服なんだよね。そうです、聖歌隊みたいな服を着つつ下にかっこいい服を着ています。私はドリフを彷彿させるって言ったら、はい、ちょっと年がバレるっていう感じだったんだよね。ドリフ、なんでドリフですか？え、あ、まあいいや、まあ、いいや。あ、ギャップが、うん、というわけで、え、外に誰か来たようだよ。え、お邪魔しまーす。いらっしゃいませ。ちょっとね、寂しくなっちゃったから来ちゃった。ほんと、私もなんか天の声さんと一人で話してると寂しかった。どういうことだよ、寂しい。隣の人にこの子どうしたんだろうって言われるの怖いね。なんかね、一人ごと喋ってて、あらあら、まあまあ、ね、寂しいとついつい一人でこう、はっ、ただいまー、ふーなんてやってるとね、ちょっと寂しくなってくるからね。ねー、お邪魔しまーす。上がって上がって。ありがとう。危なかった。せーの。というわけで、お邪魔します。いらっしゃいませ。彼女は三枝千恵、三枝でもなく三枝でもなく三枝千恵である。
よろしくお願いします。彼女も声優プラスのメンバーですね。そうです。やらせていただいております、はい、最近は MC としても活動中の三枝千恵ちゃんであります、うん、カバンの中からぬいぐるみが出てたけれども、はい、本当だ。いつの間に出したの。今ですナウです。うちの我が家のティッシュの、あ、お腹を見ないで。ジッパー壊れてるよ。見ないで壊れてないで内臓見えちゃうから見ないで、まあ、私花粉症なのでね、いつでもどこでもみたいな感じで。この子はこの子はすごい生きてるように見える。もう一回もう一回シュールですね。虎で遊ばない。はい。三枝千恵は、はい、どうやら不女子疑惑があります。いいえ、私不男女です。なるほど。まあまあまあ、男女ってことでね、よろしくお願いします。ああ、不男女。いや、不女子っていうとなんかこう男の子と男の子がイチャイチャしてて、美味しいですジュルリみたいな生き物だと思われてるんですけど、うん、いや私別に何でも萌えがあれば何でもいいので、何でも。まあ今回みたいなね、ユリでもね。いいかなみたいな。そんな三枝千恵は、はい、最近の仕事はどうなんだい。最近のお仕事はいろいろありまして、実はですね、そのオラオラ小僧っていうね、ちょっと変わった一風変わった名前の日本初オラオラロックというね、こうみんなで元気出していこうぜっていう、簡単に言うとこんなユニットもやらせていただいてるんですけども、そちらの方はね、あの子供向けのミニアニメを作っちゃおうっていう展開になりまして、あの先日あのアフレコの収録に行ってまいりました。はい、私ね、あの分かりやすく言うとですね、分かりやすく言うとアンパンマンで言うところのバイキンマン的な役割の、あの闇吉くんっていうニャンコの役をやらせてもらってるんですけど、ライバルだ、ライバル、ライバルですね。でいたずらっ子ですね、そしてドジっ子ですね。めちゃくちゃ可愛いのでね、そう公開された暁にはちょっと自分でフィギュアでも作っちゃおうかななんて思っております。そんな隙に家主っぽく、女子力、女子力、お客様に水を詰まっています。お、えらい拍手が起こった。そう、昨日ね、しっかりさんってね、そうしっかりさんって自分で言っててね、そうですよ、昨日のイベントではしっかりエピソードができませんでしたが、今日はしっかりさんでした。しっかりさんですよ、うん、うっすらしっかりだね。うっすらしっかり、うっすらしっかりさん、うん、いやーちょっと暑くなってきた、ね、ありがとうございます。脱いで脱いで、いいからじゃあいただきます。なんかお部屋の中でコート着るのはおかしいって誰かが言ってたんで、うん、脱いだ方がいいね、脱いだ方がいいって言うんですよ、うん、でも寒いから別にいいと思うんです。半袖の人がいる。はっはっ、あれ、いやー今日も一日疲れたー。それは何だ、パジャマか。パジャマですよ。いきなりあなたたちはいきなり外からパジャマで入ってくるの。いや帰ったらすぐ寝たいじゃないですか。ほらほらほら、そしていつでも誰の家でも泊まりに行ける。イエーイ、お菓子とか食べて一緒に遊ぶの、遊ぶの、ゲームもするの、映画も見るの、女子会、女子会からのからのいっちゃい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 やね、最近の女の子たちはね、本当にまあまあ進んでますからね、いろいろと。いやね、イチャイチャしてて、もうそんなことよりもそろそろ声優プラスのことを話してほしいのよ、私は。いや、プロデューサーも言ってるんだけどね、はい、私も声優プラスの話を少し聞かせていただきたいなと思ったんだけど、あなたたち2人は声優プラスのメンバーなのよね。はい、そうなんですよ、うん、ここでスマートフォン向けのアプリ声優プラスのご紹介です。思いっきり言語が出てきました。はい、がっつりちゃんと説明しないとね、これは偉い人に怒られてしまうので、ね、なるほど、そうね、はい、じゃあまず声優プラスっていうのはどんなアプリなのか。はい、アプリなんですね。そうです、はい、アプリでございます。スマートフォン専用のアプリですね。はい、声優プラスとは有名声優さんや私たち新進気鋭の若手声優までね、はい、いろんな声優さんたちとお電話をしている気分になれるアプリです。はい、友達や恋人同士、さらに兄弟姉妹からの気さくな電話、朝のモーニングコール、就寝前のお休みコール、記念日やイベント時に聞けないレアの会話などなど、各声優さんの個性的な魅力が満載のファン待望のこちらスマートフォン専用アプリとなっております。はい、はい、そう、あの、うん、ご利用頻度に応じてね、親密度っていうのがちょっとね左右されちゃうような人たちもいるので、ぜひぜひ頻繁にかけてみてください。かからないこともあるんですよ、あの留守中ですみたいな表示が出てそうそうそうみたいなショックになることもしばしばあるんですけど、リアル、いやリアルです、本当に。あの画面があの連絡帳、そうです、電話帳、電話帳、連絡帳、なんか幼稚園児みたいな、ね、先生に出すやつ電話帳みたいになってて、あげを誰誰みたいな感じでなってるんですよ。で、本当にあのアプリを起動してる時にもうランダムで着信がかかってくるんですよ。私一番最初にかかってきたのが、
谷山貴章さんって、ほーってなって、はあ、噂のキニアンさんから電話が、はあ、いい声みたいな。でも途中で終わっちゃう、あ、課金制というやつですねみたいな。そうなんですよ。ただし、ただし、うちの新人声優はもういつまでもどこまでも無料でお使いいただけるので、はい、ぜひぜひ、私もお気に入りの子にかけまくってますよ。今、モーニングコールも、お仕事コールも、お休みコールも山口玲奈ちゃんです。超関西弁が私一押しです。今一押しの中身だったら一押しが山口玲奈ちゃんで、声だったら立花かすみちゃんです。こうやってね、女子的にもね、結構誰推しって楽しめるアプリだと思うので、ぜひぜひ。女の子は本当にいっぱいいますから。そう、本当に。そう、男子がいてもいいのかなと思いつつも、女子的にはちょっと女子がいっぱいいても楽しめちゃうんで、そう、意外と男性向けと見せかけての不女子狙いみたいな。女子狙いなの？分かんないですけどね、どうなっていくのかなっていう感じで、みんなで作っていくような感じなんで、新人声優の方は多分、楽しいか絶対。確かにね、先日天の声も、はい、リーダちえちゃんの携帯でいろいろかけさせてもらったら、そうなんですよ、女の子からバンバン電話が。そうなんですよ、びっくりした。そうだ、嬉しくなります。わあ、私友達いっぱいみたいな。なんかそれはそれでちょっと寂しいよ。寂しい、 寂しいけど、ほら、牧野ちゃんがこうやっているし。ねえ、イチャ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 するな。というわけで、ちょっと夢の途中ですけどもね、はい、一回ここでちょっとその CM を見るとどういうものかっていうのが皆さん分かりやすいと思うので、一度ちょっと CM を見ていただきましょう。どうぞ。はい、どうぞ。au プラス、もしもし。おはようございます。おー、起きろー。起きた？起きてるよ。よし、起きたかな。ユマのモーニングコールだよ。ありがとう。今日も頑張ってほしいので電話しちゃいました。今日も一日頑張ろうね。いつでも応援してるから頑張ってくださいね。頑張る。スマホでおしゃべり声優プラス、あなたのツイートがリアルで叶う声優プラス。もしもし、今は大丈夫ですか？うん。よかった。違うよ、間違い電話じゃないよ、切んないでよ。どう、お仕事頑張ってる？もちろん。香りはいつでもあなたの味方だよ。あまり無理しないように頑張ってね。そろそろ薪不足になる頃かなと思って電話してみた。そうだ、頑張らんね。スマホでおしゃべり声優プラス、あなたのツイートがリアルで叶う声優プラス。もしもし、こんばんは。お疲れ様でした。今日は早く寝なさい。いいわね。いい夢見れますように。あまり夜更かししないでね。ちゃんと休むんだよ。声聞けてよかった。あ、ちょっと待って。ドキッとした。夢で会えるといいな。おやすみなさい。スマホでおしゃべり声優プラス、あなたのツイートがリアルで叶う。はい、おー、という感じです。はい、一押しの子も出ておりました。一押しの子出ておりましたか。こんな感じでですね、私たちが自分の部屋であなたに、好きな人に電話をかけるという感じで、この声優アプリ使われております。はい、やらさせていただいております。OK、 はい、そんな感じで、ね、今あのこの動画にもあった通りに、このね、今ツイッターキャンペーンっていうのをね、はい、そうなんですね、行われてるようで、はい、はい、まあ、あのテーマがね、この今流れたように3つありまして、モーニングコール、はい、お仕事頑張ってコール、はい、お休みコールってこう3つね、やらせてもらってるんですけども、その中でね、こうね、やっぱね、こうやっぱユーザーのニーズに応えなければという、このうちらの仕事人魂というか、トムスさんの仕事人魂がね、こう発揮されて、こうツイッターキャンペーンということに、ね、なったわけなんですけども、はい、この3つのセリフをお客様から募集してしまおうという企画を今やっております。イエイ、はい、そうなんです。カチ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 ということでね、はい、あのツイッターをやってない人は今すぐ登録してください。よろしくお願いします。、はい、あのツイッターでね、タグっていうのがありまして、シャープっていうのをつけて、はい、そのなんか名前をつけると、あのそのそれがそれをつけたツイートが一覧で見れるっていうのがありまして、その機能を使いまして、シャープ声優耳服セリフ募集っていうタグをつけてもらって、はい、こういう誰々ちゃんのこういうセリフが聞きたいなとか、はい、そうセリフそのまま書いてもらってもいいですし、そうなんか言ってほしい名前とその言ってほしいセリフとか設定とかを一緒につぶやいていただければと思います。はい、なので例えば、そう、三枝知恵さんにお仕事頑張ってコールしてほしいです。シャープ声優耳服セリフ募集で
ツイートしてもらうと、それがトモスさんのサイトにブブブブブって行くんで、ブブブブブって言ったら、うん、こんなの来たんだ、ふーんっていう感じで見てもらえます。はい、こちらの締め切りの方が5月の31日までと。そうなんですね。ちょっと締め切りが、第1回目の締め切りがね、5月31日になってしまったので、ぜひ、はい、そうなんです、早めに早めにやっていただければ。はい、で、まだまだ第2弾も、あ、そう、第2弾も皆さんのね、お声次第かもしれないところなんで、ちょっと一人一ゼリフぐらいでちょっと気持ちでいいんで、こんなんでみたいな感じでね、やっていただけると嬉しいです。はい、はい、ぜひ応援していただきたいですね。はい、あの、ルールの方はなんか変わったりしてるんですか？じゃらん。ルールの方がですね、初期段階はこう何でも誰でもっていう感じだったんですけども、どの新人声優さんがね、どういうセリフを言ってほしいか、どの政治、うん、どの声優さんに言ってほしいかをね、つけてお願いします。はい、はい、なるほどなるほど、まあ、ここまで聞いたんだったら、ちょっと今日生でね、ちょっと生でそのね、ツイッターキャンペーンの元にしたね、ちょっと実演をね、行っていただきたいななんて思うんですけども、また無茶ぶりを、そりゃそりゃここまで言ったら聞きたいでしょう。昨日もマキノはやったんですよ。そうなんです、ね、やって昨日はモーニングコール編だったので、じゃあ今日はお仕事頑張ってコール編ということで、まずはじゃあマキノちゃん、私、そう、私からですか。だって一応最初に言ってなかったけど、ここマキノの部屋よ。マキノの部屋、そうそうですね、マキノの部屋、そう、最初に私今日勝手にアドリブで言ったけど、ここ、とある女の子の部屋って言ったんだよ。そうです、とある女の子の部屋だったら私の部屋じゃなくても、私の部屋かもしれないですよ。そうですよ。じゃあもう分かった、先にチェンの部屋にしよう。チェンちゃんの部屋に先に来ちゃった。あ、じゃあ先に、じゃあ言います。いや、どっちでもいいですよ。天の声さん、どっちから。じゃんけんで決めましょう。はい、よーグー、じゃんけんぽい、どうぞ。あ、あれ、はい、やった方が、はい、じゃあ天の声さん、ブルーってやってください。はい、かしこまりました。ブルーブルーカチャ。あ、今大丈夫？うん、今日一緒にご飯食べたいかなと思って、お仕事終わったら一緒に買い物行って、で、ご飯作ってドラマ見てゲームするの、どう？それじゃあお仕事頑張ってね。マキノもね、ちょっと応援の感じでね、出ていただきましたけど、どうした？なんでもないです。じゃあそれを受け、あ、今の聞いてどうなの、ちえちゃん。いや、かわいいっすね。かわいいっすな、かわいいっすな、ね、私一押しになるかもしれないですね。おお、浮気症なもんで。手広く、手広く浮気症バレた。イチャイチャしてる、またイチャイチャしてる、こういうのもね、また醍醐味みたいな。はい、じゃあ、みや、はい、行ってみよう。どっちにしよう、どっちにしようかな。うん、どちらにしようかな。はい、かかってきました。よし、あ、プルルプルルカチャ。もしもーし。え、な、どうした、何泣いてんの。先輩に怒られた。あはははは、あ、ごめんごめんごめん。あー、で、何やらかしちゃったの。それはごめん、フォローできないや。わあ、ごめんごめんごめん、分かった分かった。そうね、誰でも失敗くらいするよね。私だってほら失敗ばらけっていうか、もう、ね、失敗の塊みたいな感じだし、うん、それでもほらこうやって元気に生きてんだから、ね、気にしちゃダメだって、ね、それにね、君がね、頑張り屋さんなのはちゃんと私が分かってるから、うんうん、気持ち切り替えてもっと頑張りなさいよ。うん、じゃあまた夜にね、バイバーイ。おーな感じで、拍手。ちょっと相手の設定を逆に考えてみました。なるほどなるほど、はい、おー、今のキーちゃん、牧野くんはどうだった？今隣でちょっと小芝居してたんですけど、ちょっと小芝居してたんですけど、はい、すごく良かった、うん、あ、 ありがとうございます。なんか私ドジだからなんか励まされると嬉しい。よかったよかった、はい、ドジなんだね、しっかり者じゃないんだね。あ、いや、しっかりしてるんですけど、しっかりして、なんか悪い声聞こえたんですけど、しっかりしてるんですけど、なんだろう、はい、しっかりしてるつもり、いや、しっかりしてるんだよね、本当はね、本当しっかりしてるんだよね。分かってるから大丈夫だよ。イチャイチャするな、イチャイチャするな。というわけで、今、どっちにしようかなってポロリと言った三枝ちーちゃん、
もう一つあるということが今判明したので、そちらもやっていただきましょう。いいですか。余計なこと、余計なこと言っちゃったね。どうぞ。プルルルプルルルカッチャ。もしもし。寝てた。いやもう昨日さ、ライブでちょっともう体めっちゃバキバキしてさ、もう、うん、今何してんの。うん、あ、お昼、あ、何食べてんの。オムライス、あー食べたい、今すぐ食べたい。え、何それ、ちょっとどこの店、めっちゃ美味しそうなんだけど、え、ちょっと今から行くわ。え、もう食べ終わる。なんだ残念。よし、じゃあデザート食べに、あ、うん、行かないです、はい、すいません、はい、近所のケーキ屋さんで我慢します、はい。うん、そう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 、めっちゃね、美味しいケーキ屋さんがあるんだよ。クッキーもね、もう全部美味しい、本当に。うん、あ、じゃあ今度お土産で持ってくわ。うん、オッケーオッケー、おい、じゃあ午後も頑張ってね。うん、またね。かっちゃん、おお、そう、今家電を送ってきた作業だった。全然スマホなんですけど。本当だ、本当だ、はい、どうだった。なんかいいな、ケーキ屋さんそんなに美味しいのあるの。あるんですよ。今日、はい、今日差し入れていただきました。この流れでね、ちょっと、この流れで思い出したんですけども、何ですか。ててるーじゃらーん、なになに、お土産、あー、ありがとう。ちょっとぜひぜひ開けてみてください、うん、これね、本当にあのエコダにアンデルセンというね、あの美味しい美味しいケーキ屋さんがあるんですけど、ハート型のケーキをちょっと愛情込めてプレゼントします。しよわ、ちょっとなんかこの展開ちょっと嬉しいですね。あ、まさかの逆ハプニングみたいな、逆ドッキリみたいな。そんな一人で、そんなお土産一人で食べないよ。ありがとうございます。ちょっと食べよう、うん、手の声先食べちゃった。ひどい、ひどい。後でゆっくり。これがリア充ってやつですかね。あ、リア充だ、リア充だ、リア充だ、こら、止めて。というわけで、今ね、Twitter だって。Twitter! 天の声さん、結構ドジっ子属性があるみたいなので。こら、私に突っ込むんじゃない。今ね、Twitter キャンペーンをもとにした実演をやってもらいましたけど、肝心なこと言ってないの。肝心なこと言ってない。そうなの、このアプリどこで買えるのかっていうのは言ってないの。そうなんです。はい。どこで買えますか。 iPhone であれば、Apple Store。また、Android のスマートフォンであれば、Google Play でダウンロードできます、はい。はい。これはですね、ダウンロード自体は無料なんです。そうなんです。で、私たち新人声優さんも無料なんです。ただ、田中敦子さんとか、田中敦子さんとか、有名な人そうなんですが、好きなのはよくわかったはですね、こちらは、はい、30日間のチケットを買っていただいての、はい、こちら、視聴じゃない。うん、聞けるんですね。聞けるんですね。この先がみたいな。すごい。ただですね、うん、あの、ちゃんと視聴もできるんですよ。はい、そうなんですよ。ちょっとお預け感食らいましたけど、私。そうそう、竹達さんとかね、カジさんが電話かかってくるんですよ。いい声で、もしもし。みたいな。竹達です。竹達さんとか、竹達さん。かわいい。かわいかった。かわいかった。かわいかった。あー、途中で終わっちゃったって。えってやって。シャドンってなります。ちょっと課金しようかな。課金しちゃうの。まんまとハマっております。そうなんです。いや、面白いですよ。本当にあの一人じゃ寂しい時というか、本当に人の声を聞きたい時って絶対あると思うんですよ、一人暮らししてると。そう、私なんかこの前、うん、帰りがけにすんごい近所の怖い話を聞いてしまって、しかも心霊的な話を聞いてしまって、深夜2時だったんですよ。はい、やばい、誰かの声を聞かなければ死んでしまうって真っ先に声優アプリ立ち上げました。あ、実用的と思って。でも家帰って塩パッパって振って、パッ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 て振ってからもう一回聞いて、うん、よしみたいな、やりました。そういう使い方もあるんだね。全然全然、いろんな使い方、本当にいつでもどこでも誰にでもかけられるから、まあ、ただかかんない時間帯もまれにあるのかな。そう、この前かけたら、昼間ぐらいに私にかけたらなぜかかからなかったって寝てた。自分にかけた、自分にかけた。試しに、今私どれぐらい聞けるんだろうみたいな、全然かけないんで親密度下がってるかなとか思いながら、さすがに初期段階ではなかったんですけどそういう楽しみ方もできるので、ね、はい、いつでもどこでも聞けるというのが醍醐味です。はい、新人声優さんは無料なんですよね。そうなんですよ、はい、で、昨日も言ってたけれども、はい、愛用順に並んでるから、そう、今日の2人なんてマストを見だよ。そうなんですよ、マジョです。あのね、しかも1人今回あの異質な9から始まる方がいらっしゃるので、ぜひ下から辿っていってくれると、そうなんですね、私たちには嬉しいかなと。なんか1人だけあのローマ数字間違えた、英数字、英数字、なんだろう、英数字、アルファベット、アルファベットで始まる方もいらっしゃるんですよ。そうなんですよ、はい、はい、なんで一番下からピューンってやると
わ、きゅうで、わ、やら、なんか後ろからが私たち近いので、ぜひ下からも見ていってください。はい。そんな感じです。全員ね、こういっぱい女の子いるんで、どれにしようかな。今日は和行の女の子全員かけてみよう。とか言ってたトゥルルトゥルル。あ、夏子さんから電話だってなるんです。そうなんですよ。はい。このね、美味しいアプリぜひぜひダウンロードよろしくお願いします。なるほど。ね、私初めて聞いた言葉なんだけど、耳が幸せになる耳福なセリフっていう風に。はい、書いてあるんだけど、うん、そう、耳福になるセリフを二人は言ってくれるんだよね。そうです。そうですね。うん、耳福になってほしいですね。もらえたらね、やっぱりね。いろんな人の、こう寂しいなって思ってかけてくれて、その人が元気になってくれればなと思って。もう万歳ですよ。本当に私たちも元気になっちゃう。そう、はい、その声を聞くとね、あれ面白かったよとか、そう言っていただけるとすごく嬉しかったりするので。恥ずかしい反面すごく嬉しいです。うん、そう、みんなで元気になろうぜみたいな。もじもじ手を出してる、もじもじ手を出してる、もじもじ出そうかなと思ったら、ちょっと喋ってる間だった。あ、なるほどね。今、何、今イチャイチャしようとしてやめたの？だいたいイチャイチャしすぎって言ったんで、どうしようかなと思って、ちょっと自重しておこうかなみたいな。わかりました。そんな2人が今、面白いアニメを見つけたっていうの。はい、はい、そうなんです。くっつき星。今日もいっぱいいやらしいことしようね。そこよ、消しからん、消しからん、超消しからんですよ、マジも。恥ずかしいからそういうこと言っちゃダメ。ちーちゃんのブログにも消しからんって書いてあった。そう、消しからんすぎて思わず、昨日そう、私も昨日ここで見させていただいたんですけども、はい、いやすごい最高、最後ファンタジーでしたね。ファンタジーでしたね。いや、なんか BL はファンタジーだっていう話を不女子の友達に聞いたんですけど、あ、ゆりもファンタジーだと思って、そう、いや、これはいいっすね。こう、ちょっと刺激が強くて、R指定入らないのかみたいな感じで、ちょっとギリギリの、そうそう、大丈夫大丈夫、これ16歳の子に勧めても大丈夫かなみたいな。そうそうそう、ちょっとあれは、それは悩んじゃうね。16歳の青春真っ盛り、18ならいいかなみたいな。高校生だもんね。そうなんですよね。リアルタイムです。で、簡単にね、説明すると、あーやちゃんで、きーこちゃんで、この子が攻めで、この子が受けで、わかりやすい、この子がちょっと超能力、そうですな、ハイコキネス、違うの、ふんってやると、これがカタ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 、ふんってパリンみたいな、パリン、あ、いかないか、パリンはならないと思う。もうちょっと物を動かせる能力を持っている女の子で、あやちゃんは可愛いと、可愛い、あやちゃんは可愛い、可愛いんだけど、あの攻めなのね、いやらしい、けしかない、そうそうそう、あやちゃんがきこちゃんにいろいろね、ひでかすわけですよね、上の下でなもん、いや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 、とかいろいろしちゃう、ゆりあちゃん、ちょめちょめしちゃうアニメですよ、はい、恥ずかしい、けしからん、ふんなアニメを見つけちゃった私たちなんですよね。はい、そうなんです。じゃあ、やっちゃう、ちょっとやっちゃう、二人でやっちゃいますか。実はね、マキの台本を持っているんですね。ちゃんとじゃらん、みえらちゃんの分もね、ありがとう。でも配役はどうするんですか。どっちがどっち、どっちにするか。まあでも通例的に見た目でいくと私がキイコちゃん的な感じはすごいプンプンしますけどね。私あやちゃん、私、ただでも私あんまり受けっぽくない。じゃあ私攻めっぽくないよね。じゃあそうですか、どうですかね、皆さん。どっちのうなずきとどっちの、じゃあ私がキコちゃん、お、じゃあ私があやちゃん、大丈夫かな、ちょっと見た目のギャップに燃えるかもしれない、ね、あ、じゃあギャップ萌えを目指して頑張ります。はい、はい、少々、あれ、私自分の台本あった、一緒に見ようかって今言おうと思ったんですけど、それもそれで恥ずかしいですよね、超イチャイチャ、はいですね、どれだけみたいね。始めましょう、練習ですね、大丈夫、オッケーです。後ろを振り向いてください。はい、これが牧野のうちのでっかいテレビです。でかっ。これ何インチ？これ何インチ？わかんない。脇のインチ。脇のインチ。行きまーす。はい。夏休みの学校は。なんか不思議、人気のない朝の校舎はまるで私たちだけのお城みたいだ。ちょうどいいのがなかったから自分で作ってみたの。
なになに、知恵の輪？ううん、これは知恵では外せないの。すごい器用だね。キーちゃんの力ならこのくっついた星を外せるんじゃないかと思うの。どうだろう。てか実験はまだするんだ。それはそれ、あれは、ああ、はいはい、やっぱ無理、ありえないって。こういうのはあり得る？時々気がついたらでいいんだけど。日頃からこれを試してみてほしいの。あと未来が見えたらすぐに教えてね。うん、でもさすがに予知能力は。ネイルかわいい。あれ、アーヤンマスカラ？うん、変かな。超いいよ、アーヤは何してもすごくかわいい。ありがとう、でも褒めても何にも。あ、出るよ。ユーラも持ってきたんだ。うん、キーちゃんもつけよう。やってあげる。うん、して。だったわけなんです、私。どうだった？初めて、ね、マイクをね、片手に持ちながらアテレコするってことはないからね。なかなか、なかなか音楽劇とかならね、まだありえるんですけど、ね、大きいテレビでは近くで見ると大変だね。テレビは離れてみましょう ね、 そこなんだ、暗いところではなんか明るくつけた状態で、ね、でこのみんなみたいな、倒れちゃった。お互い相手の役はどうだった？あの、ちえちゃんから見て、ゆくえちゃんのやった超萌えっす。本当ですか？ああいう、なんだろう、こう、なんだろう、しっかりさんっぽく見えて受けっぽいキャラすごい好きなんですよ。あら、キャーみたいな。キャー、じゃあ何ですか、はいはい、キコちゃんやってみますか？え、いいんすか？プライベートで。プライベートでいいですか？親父になっちゃう。こうちっちゃいお師さんが ここのあたりとかこの辺にちょっとちょいちょい住んでるんで。そうなの？そうなんですよ。そうなの。じゃあ後でこっそり見せて。はい。イケちゃんはどうだった？ちえちゃんの、なんかいつもは結構低めのね、声をしているので、いや、あやちゃん聞いたら、あ、かわいい。あ、本当ですか？あら、まあ、ありがとうございます。おばちゃんかみたいな、かわいい声が、はい、出ると思うんですよ。ちょっと出させてくれるみたいな、かなと思って。やだ、イチャイチャし始めちゃって、やだ。そんな二人の恋の話とかはどうなの？恋の話、そう
すごい好きな男性のタイプとかベタな感じで、うん、それでもいいよ。だって今ね、あの、あゆとキキコちゃんの2人の恋物語を見たんだから、どう思った、うん、と思って。どう思った？私はこういうのもいいなと思うんですけど、やっぱこう男の人って包容力だと思うんですよね。だからおじさまとかいいなみたいな。年上。いや、私あのハリーポッターのスネープ先生大好きなんですよ。なるほど。あの俳優さんが好きぐらいのも、あの、うんうん、男性の俳優さん、日本で言うとそうですね、寺島進さんぐらい行っちゃってもいいかなみたいな。行くね。行きましたね。行くね。行きましたね。ぐらい行ってもいいかなみたいな。そうちょっと。っていうとちょっと前回以上がちょっとシーンってなっちゃうんで。そう。あ、でも本当にね、私生活超女の子にモテるんですよ。モテると思うよ。だってかっこいいもん。ありがとうございます、うん、ありがとうございます。そうだから女の子同士もちょっといいかなみたいな。本当いいかなみたいな。本当って思ってるんだけど、試してみる。いいんですか？いいよ。じゃあクッキー食べながらやろう。クッキー食べながらやる。開かない。クッキー開かなそうだからやめた。後でやろうか。後でやろうか。後でいくらでもできるしね。ねえねえねえ、なんかこうなってんの？そんな顔近づけるとチューしちゃうよ。もん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 。おっと明るくなってしまった。あーちょっとちょっと。起き上がったよ。手伝うよ。いやちょっとそのハレンチな光のつけ方しないでくださいよ。もう暗転しっぱなしで帰ろうかと思ったねえ。ついついねここね2人でこっそり見てちょっと帰ってくれるんじゃないかと。見てるこっちはどうしていいのか分かるんでドキドキしましたよ。本当ですか？まさにくっつき星的な、まさかさっきのあの映像見た後だから、まさか、はい、まさかステージでそんなことしちゃうのかと思ってありましたね、そんなシーンが。みんなが帰っている隙に、あのここちょうどなんか隙間があるので、そうですね、カサ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 みたいな、ね、あ、行っちゃったらできないね。あ、そうだね。じゃあまあこっそりこっそり、あと違う方向でカーテンの裏とかやってるかもしれないんで、ちょっとなんかそこら辺が動いてても気にしないでください。風のいたずらだと思って、うん、じゃあそんな二人は後でそっと置いとくとして、はい、プレイというやつですね。天皇さんね、はい、今日はどうでしたか？はい、今日はとても楽しかったです。なかなかね、うん、こう皆さんの前に出ていろいろお話できたりとかも少ないですけどね。こうやってイクイちゃんとチエちゃんが一緒に出てやるの初めて。そうですね、ライブのイベントで共演したことはあるんですけど、メンバーの一人がメロンパンハムハムしてて、それが可愛かったんで一緒に撮らせてもらったっていう思い出がはい、さっきのミニミニギャングという3人で活動しているの、うんうん、うちの、 あの食べる子がいて、天然な子がいて、しっかり者の私がいると。ほう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 、真ん中なんですね。そうなんですよ。さっきのメロンパン食べたのはあのお菓子の何？違うって言われて、違うって言われてる。なんか客席から、訂正の声が何も聞こえないです。3人の中ではしっかりしてるってことだよね。そうですそうです、うん、解決解決あるしてないっていう声が、うん、悲しそうな顔しないで、元気出して、うん、かわいいよ、しっかりしてるよ、うん、いいもん、ミエナさんがいるから私しかもしかも、で、そんなちーちゃん、今日どうでしたか？いやもうドキドキの連続でございます、本当に。なかなかね、こう、まあ、お芝居もやるんですけども、結構、ね、私ピンチヒッターが多くて、あのどこでも駆けつけちゃうぜってタイプなんで、よく呼ばれるんですけど、はい、それとはまた違った意味でのドキドキが味わえたので、こういうのもね、たまにいいんじゃないかなみたいな感じで、イチャイチャできたし、はい、そう、このね、下にペタンと座ってね、そうですね、やるイベント、なかなかないもんね。なかなかないです。普通に撮りますからね。そうですね、マイク前でこうやってやってみたいな、うん、そう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 、うん、なかなかこういうイベントもね、そう、なんかね、でもせっかくだったらやっぱ自分の役をやるっていうのがね、ちょっと夢というかね、うん、美味しいですよね。お、ということはちょっとちえちゃんにここでやっていただきましょうか。え、本当？それは今前振りだったの？これあの全然 GL 的な、ユリ的な要素皆無な役しか、そう、私の今の勝手な振りですそこまで聞いたらね、ちょっとね違うセリフ言ってるの聞いてみたいなと思ったので、あの最近やった役があのさっき言った猫の役なんですけど、あのびっくりしないでください。すごいすごいあれなんで。じゃあ今から声がすごいんで。声がすごくなりますはい、覚悟して聞きます。やめるのね、逃げるのね、勘弁してほしいのにゃーみたいな感じでやっていただいております。ちょっと猫が間に合わなかった。あー、猫ちゃん、あ、そうかそうか、
こういう感じで黒い猫、まあね、さっきの役とまた全然違うね、にゃーって常にこう、にゃーとか、そういろいろリアルなにゃーもやりつつ、ちょっと、やみきちくん受けにしないでよ、やけくさいんだけど、うん、あ、ダメだった、ダメだった、ダメだったか、じゃあ、あの、せめてもらいいやとで、うん、と言いつつの、と言いつつの放置プレイ、こういうとこ意外と牧野ちゃん攻めかもしれないですね、天然攻めというタイプですね、なるほど、強いですね、強いですね、やばいですね、最強かもしれない、そう、なんかいろいろあるらしいですね、なんか、なんだっけ、誘い受けとか、うんうん、そう、腐女子用語みたいな感じであるらしいんですよ、うんうん、そう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 、え、アーヤみたいな、あ、違う、アーヤじゃない、アーヤが、キリコは、うん、どっちだろう、キリコは、天然受けですかね、なんだろう、うんうん、攻めだと思いつつ受けだったと、うんうんうん、それからヘタレ攻めですね、なるほど、で、アーヤが誘い受けかな、アーヤが誘い受けなの、あの受けだとしたら、あ、なるほど、そう、ヘタレ攻めの誘い受けっていうと分かりやすくないですか、この構図、おう、みたいな、深い、深いですね、深いね、深いみたいな、なるほど、そう、そうなのか、いろいろあるんですね、そう、奥が深い、奥が深いですね、そう、結構あのこういうあの、まあ、普段なかなかお目にかからないような状況なわけじゃないですか、こうユリとかこう BL とかって、だから逆にそのこう感情の振り幅が結構ある作品のが多いんですよね、うんうん、そういう意味では結構ちょいちょい好きなんですよね、割と、うん、そう、なんかナチュラルなやつだと結構最近ねアニメ化されたりとか、うんうんうん、ちょっと前だとなんかあのマリア様が見てるだっけ、うんうん、とかなんか女子校っていう分かりやすい設定だったりとか、うん、あと青い花っていうやつとかね、いろいろありますよね、さすが詳しいね、任せてください、うん、ビジュアル系からジャニーズジュニアまでみたいな、幅広いね、周りが多いんですよ、まあ、私が変人だからこう集まってくるみたいな感じかもしれないんですけども、そう、はい、幅広く知識があるのでツイッターかなんかに振ってもらえれば、そう、ツイッターとかね、ブログとかもやってるんで、そうそう、はい、その宣伝もじゃあしておこうかね、はい、うんうん、じゃあさせていただきます、うん、じゃあ今言ってたから、じゃあ、はい、ちえちゃん、はい、三つの枝と書いて三枝知恵と申します、知恵がひらがなで、もう簡単に検索していただければもうアメーバブログとツイッターがポンポンと出てくるようになっておりますので、三枝とか三枝じゃないのね、はい、まあ、打ち込むとき三枝で打っても全然いいんですけどそう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 、まあいろいろ最近ちょっとツイッターの頻度が多くて、ちょっとあのアメブロのユーザーさんに怒られちゃって、もっと更新してよ、作ってくれて、ありがとうございますみたいな感じなので、多分今月は来月かな、うん、から割とあのフィギュアの話とか、そう、フィギュア大好きなんで、うん、そうそうそう、いっぱい書いていこうかなと思っております、活動の話しろよとか趣味ブログ兼活動報告ブログになっていくと思うので、そう、あのさっき、あ、そうですね、じゃあちょっと宣伝の方をさせていただきます、ですね、5月の26日にですね、コスモスカイオーケストラさんという、あのゲーム音楽をオーケストラでやっている楽団さんの、うん、第4回定期演奏会がございまして、こちら曲目、はい、演目がファイナルファンタジー、13のメドレー、エヴァンゲリオン新劇場版派のメドレー、うん、でクロノクロス、マリオカート、コスモさんのオリジナルとかマザーシリーズとか、うん、アークザラットとか、なんかいろいろゲーマーにはたまらない作品 あのメドレーやら何やらというのをオーケストラでやっちゃうコンサートというのが5月26日にあります。こちらなんと会場が文京のシビックホール大ホール、収容人数なんと1800人、すごいみたいな、エコーついちゃいそうなぐらいの広いところで、うん、でまあそう、コスモさん毎回1000人以上呼ばれてるらしくて、うん、そんなところでなんと私あのエヴァンゲリオンの曲をちょっと1曲歌わせていただくことになりました。あ、すごい、超ありがたいですね。いや、実は前にあの文京区 の吹奏楽団さんという吹奏楽の方の楽の劇団、楽の劇団って言っちゃうんだよね、この癖ね、楽団さんがいらっしゃって、そっちの MC とかやったことあったんですけど、うん、まさかのまさかまたエヴァンゲリオンでねちょっとやらせてもらうことになるとはって感じなんですけど、うん、そう、いや、あのめっちゃアレンジかっこいいっす、マジかっけっす、マジパネっすので、ぜひぜひエヴァンゲリオンの部分だけでもというのは失礼ですけれどもあの第1部、2部、3部といろいろありますので、はい、5月26日お時間ある方は後楽園駅かなが一番最寄りなので、ぜひぜひ足をお運びください。あのチラシ欲しい方いたら後で声かけてもらえればお渡ししますんで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ぜひぜひね、はい、行っていただきたいですね。うん、あとネットラジオの方も、そうですね、今あの、どっから説明すればいいかな、先月からスタート、そうなんですよ、先月からスタートして、あのラボレイディオっていう、ラボラジっていう略して
方に呼んでもらっているようにしてるんですけど、ラブラジというラジオをやらせていただいております。パーソナリティの方が私、三枝知恵と小山のまゆちゃんっていうね、初音ミクとか結構最近流行ってるじゃないですか。ボーカロイドっていう要は音声合成のソフトの嘘のボーカロイドっていう設定のキャラクターがいまして、そちらの重ねてとちゃんっていうキャラクターの声をやってらっしゃる子が相方で一緒にワン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 やん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 やらせていただいております。現在、第2回目が無料で配信中で、スマートフォンでもこちら聞けるので。そうなんですよ。ラジオ IKI.K.IKI さんかな、でインターネットで調べると出てくるので、そちらの方から三枝知恵と今のまゆのラボレイディゴーっていうのをプチって押してもらえると、スマホでもパソコンでもダウンロードして聞けるので、ぜひぜひこれはセイワープラスとね、はい、一緒に合わせてダウンロードください。そうですね、ダウンロードしていただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いします。はい、あとさっきのユニットの、あ、そうですね、そうさっき の, オラオラ小僧ってね、面白い名前なんですけども、こちらの方がね、なんとカラオケの鉄人さんにて全30何曲か、30何曲、そうなんです、いっぱいあるんですよ。短めの曲がバーっていっぱいあるんで、そう、私が歌ってない曲ばかりなんですけども、残念ながら近日中に入るということで、歌ってないのに出てるっていう歌入りのやつと、そのちゃんと純然たるカラオケっていうのがいっぱいあって、そう、結構面白いですよ。こういう新しいみたいな。ちなみに代表曲が代表曲がオラオラポンポンじゃんけんぽい。じゃんけん何？最初はグーじゃんけんぽい。ウニじゃんけんぽい。です。リーダーが結構年が上の年配って言っちゃうとあれなんですけど、ちょっとママみたいな体型をしたお兄さんで、その人がヤッホーイみたいな感じで基本やってるユニットなんですけど、もう一人歌姫みたいな感じで、犬のお姫様っていう設定のレイカさんっていう超いい歌を歌うお姉さんがいて、そのお姉さんの歌を中心にみんなでやいのやいの旗振ったりワイワイしたりじゃんけんしたりみたいな感じで、ちょっとオラオラ系で、私ちょっと全然見た目変わるんですけど、銀のウィッグをかぶって、ちょっと青いスカジャンみたいなライダースを着て暴れるみたいな。そういう格好してるから、はい、女の子にモテるんじゃないの？モテちゃっこいから。そうなんですよ。結構キャッキャ言われると、ビジュアル系やりたくなる男の気持ちわかるなこれっていう感じなんですけども、はい、男じゃないからなんもないんですけど、そう。じゃあかっこいいちえちゃんも見れるんだね。はい。なんかいろいろね、そう、なんかゆるい。オラオラしつつも緩くって、なんかこうほのぼのなユニットなので、多分、曲が激しい時はおーって感じだと思うんですけど、僕結構こういう緩い感じなので、それも楽しみつつ、あ、そうだ、思い出す、昨日打ち合わせだったんですけど、オラオラ小僧のちょっと姉妹ユニットを作ろうみたいな計画がありまして、オラオラ小娘っていうのを今回がやり始めるなんですけど、なんと年齢制限なしですよ。で募集したら、すんごい綺麗な中学生の男の子さんがいる40のお姉さんが来たんですよ。うそーんと思って、そうだ、本当に年齢問わず女性であれば誰でもおいでませんみたいな感じでやってて、それの第1回練習日っていうのが明日なんですよ。なんと明日それで第1回の昼の部夜の部っていう感じで、ニコ生を練習の結果をニコ生で発表しようっていうのを今回 の, プロジェクトに組み込まれていて、そちらの方はニコニコの生放送をやらせていただきますので、お時間のある方はちょっと見ていただくかタイムシフト予約をしていただいて、はい、多分オラオラ小娘かオラオラ小僧、オラオラって漢字で書いて小僧ってやってもらえれば、もしくは私 の, 今日書いたブログの方にペトって URL を貼り付けておきますので、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあそうだね、そこから見てもらった方が入りやすいかもね、そうですね、はい、ありがとうございます。イクちゃんはどうですか？あ、はい、私はですね、一番近いのは今月末に、元八幡駅で、日家コルトンプラザというところで、オシャンティーな名前、そうなんで、オシャンティーな、いっぱいオシャンティーな感じなんだろう、デパートみたいなところなんですけど、はい、そこで、ライブというか参加させていただくんですね。それと、あと、はい、5月6日にこちらドリームキャッチプラスというプラスだですね。よいしょ、裏なかった、裏はなかった、裏はなかった、こちらのライブにも参加させていただくんですが、こちらがですね、会場がなんと10時45分、開演が11時55分という、55分じゃない、11時15分、こちら、池袋のルイード K3 というところでライブをやらさせていただきます。こちらがですね、このさっき説明させていただいた
ミニミニギャングというユニットで参加させていただいております。こちらかわいいですね、水平さんみたいな。あとでこちらお配りしますので、よろしかったら、はい、受け取ってください。はい、これ、ね、声優プラスの面々もちゃんと出てるプラスというイベントなので、そう、噂のクイーンレディさん、はい、ね、とあとは竹葉さん、そう、明日ね、出演の竹葉由美子ちゃんも出演します、はい、で、あとはですね、もしかしたらね、そうですね、もしかしたら私も飛び入りで遊びに行っちゃうかななんて思ってるので、はい、よかったら足を運んでいただけると嬉しいです。はい、はい、こちらの詳細また URL などは私のブログで、リンクを貼らせていただきますので、よろしかったらこちらご覧ください。はい、はい、クイちゃんのブログはじゃあ、はい、マキのイクエ、そうです、マキバのマキにの原のので、うん、イクエは先日ながら坂木原イクエさんと同じ感じなんで、はい、よろしければ検索してみてください。はい、2人とも心残りがないように宣伝しといてくださいよ。はあ、心残りは大丈夫ですか、大丈夫ですか。大丈夫です。はい、業務連絡ありがとうございます。業務連絡終わりました。はい、大丈夫です。はい、というわけでね、ここで明日の予告もしておきたいんですけれども、はい、今日頑張ってくれましたね、牧野ゆくえちゃん、はい、に加えまして、さらに明日は竹葉由美子ちゃんを迎えて2人でお送りします。明日も、またぜひ、はい、ぜひね、来ていただければと思います。思います。はい、はい、今日のゲストは牧野郁恵ちゃんと三枝千恵ちゃんでした。どうもありがとうございました。